びっくりして耳がでっかくなっちゃった。マギー真嗣です。今日はですね、皆さんもどこの家庭にでもありますティッシュペーパーを使ったマジックをやってみたいと思います。さあ今のうちですよ、ティッシュペーパー用意してくださいね。結構そばにありますもんね。待ちますよ、はい、ずっと待ちますよ、うん、できた？用意できたかな？大丈夫ですよ、まだ待ちますよ、全然待ちますよ、はい。用意できた？できたかな？できました。よし、じゃあ早速始めましょう。ティッシュを使ったマジックです。皆さんも一緒にやってみてください、よかったらね。ティッシュペーパーをまずですね、このぐらいちょっと残して、残りね、残りを手の中にくるくるっと丸めていってください。そしてしっかりと握ります。丸めた部分をしっかり握るんです。そしてちょっと先っぽ出しましたよね、この出した部分をちぎってください。ピッ、ちぎります。ちぎりました。そしたらこのちぎったのはポケットに入れてください。ポケット入れるか、もうどこか捨てちゃっていいです。いいですか？そして指を鳴らすんです。ちゃんと鳴ったかな？ね。指がちゃんと鳴るとティッシュが消えてしまうというマジックなんです。あれ？消えてないの？消えてないの？おかしいな。さては種を知らずに本当に切っちゃったんですね。これじゃ消えないよ、ちゃんと種があるんだからね。じゃあ種明かししますよ。ちゃんと今度はちゃんと一緒に種を見ながらやってください。まずですね、皆さんこのぐらいね、出しましたよね。出してくださいってね、出した時に実はもうここでキュッとちぎってたんです。キュッとほら、もうここでって言った時にキュッとちぎる。これちょっとちぎるの難しいからちょっと練習しなきゃいけないかもしれないですね。でちぎったら、あとは下からこう丸めていきましたよね。丸めて、皆さんはこうやって持ってたと思うんですけど、丸めた時に実はこっそりこっちの手に持ってきてた。くるくるっと丸めてこっそり持ってきてたんです、ね。でこれを持った状態で上の部分をちぎります。最初にちぎってるんでね、スッと取れちゃうんですね。で取ったらこれをポケットの中にしまいます。しまった時にこのさっきちぎった下の部分も一緒にポケットに入れてしまうんです。どっか捨てる時もこっそり一緒に捨ててください、見られないように。そしたら手の中今空ですからね。あとはおまじないをかけたり指を鳴らしたりすると中にあったはずの残りのティッシュが消えてしまうというマジックなんですね。これもちょっとね、こうちぎるあたりとかちょっと難しい部分もあるので、何度か練習してやってみてください。うまくなって友達を驚かせちゃってください。